その後寺を倒されましたが、これはファウルなし。打っていった三田村、三田村まだかばしている三田村、5点目が入ったレッドイーグルス。三田村振り向きざまに浮かせました。キルプレーでのゴールになりました。カウンターからでした。三田村が打っていって、ただここがちょっとルーズになって、そうですね、人少なかったですね、そもそも、戻ってしっかり戻って、これ2人いるんで、まあ、レフトハンドですから、まあ、逆